グラビア活動をしながらメイドカフェでも働いている藤田あずさが、3枚目となる DVD、みんなの元カノ、ファンクリエイトをリリース。その発売を記念したイベントが、東京、秋葉原で行われ、調べ編集部も取材に訪れた。見どころは飴を舐めるシーン。昨年12月にタイで撮影された今作は、一人旅に行っている設定。前作は元彼と旅行に行く設定だったんですけど、今回は一人で南国に行って、新たな男性と出会うドキドキするようなお話になっています、と紹介してくれた。その中でも一番のおすすめのシーンは、飴を舐めるシーンだそう。私の特技がセクシーな食べ方をすることなんですよ。今回はフルーツを食べたり、舐めるシーンに挑戦していて、だから、飴を舐めるシーンもかなり自信があるので、見どころです。とにっこり。マッサージで、ツルツルテカテカ、に、特にセクシーに撮れているのは、マッサージをされるシーンとのこと。ベビーオイルを体にたくさん塗ってマッサージをしてもらったんですけど、全身がツルツル。で、テカテカになって、その光り方が綺麗で、いい感じにセクシーに仕上がっています。自信のあるシーンなんですけど、撮影はかなり恥ずかしかったです、と照れも交えながら教えてくれた。キャッチフレーズは、みんなの元カノ、タイトルの、みんなの元カノ、の意味を聞いてみると、これは私のキャッチフレーズなんですよ。どちらかというと私は一番という感じのキャラクターじゃないんですよ。これが愛人だと行き過ぎなので、元カノというポジションがちょうどいいかなと思っています、と話した。メイドカフェにも出勤中デビュー作から旅行の設定が続いているが、次回作も旅行にこだわるのか気になるところ。3作連続で南国に行っているんですけど、温泉でしっとりするのとかいいですね。女先生とかにも挑戦してみたいです、と次回作の要望もちらり。グラビアの傍ら、現在は池袋にある、エントリー、というメイドカフェで働いているそうで、お給仕をしていますので、皆さん遊びに来てください。7月28日にお店の1周年と私のバースデーを合同でやります、と嬉しそうにアピールした。藤田あずさ、藤田あずさ、6月12日生まれ、B162B87W59H89、血液型、AB 型、東京都出身、趣味、アニメ鑑賞、特技、セクシーな、食べ方、合わせて読みたい、ロリ系グラドル、広瀬みなみ攻めた初作品は、ローションべちょべちょしました、取材、調べ編集部、ブレーメン大島。